4月23日土曜日の天気をお伝えします。まずは天気図で見ていきましょう。東シナ海から本州の南に前線が停滞します。全国的に曇りのところが多く、九州南部から雨の範囲が広がりそうです。詳しく見ていきましょう。天気の移り変わりです。朝8時頃から見ていきますと、九州は広い範囲で雨具の出番となりそうです。だんだんと雨の範囲が拡大し、四国西部の太平洋側も雨のところが増えそうですのでお気をつけください。ざっと強まる雨に注意が必要です。また午後ですと、北陸の地域は次第に雨の止む予想です。傘の置き忘れお気をつけください。一方、関東ですと大気の状態が不安定となり、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨が心配です。空の変化に注意をしてください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。